ACS2 を用いてキャラクターに動きをつける場合、その目的は単にアニメーションをつけて動かすということだけではなく、自由にポーズをつけた状態のメッシュ、もしくはアニメーションの最中の動きのメッシュを出力したいといったケースもあります。ACS2 にはそのようなアニメーション最中のメッシュを簡単にフリーズし出力できるスナップショットという機能が搭載されています。 例えば、このリグが組み込まれたシーンに対して、まずアクションを読み込んでみましょう。そうすると、このように歩くアニメーションが再生されますが、この再生途中のメッシュを出力したいといった場合があります。そのような場合には、まず出力したいフレームへと移り、 例えば5フレーム目のメッシュを出力したいというのであれば ACS メインパレットのこのカメラのアイコンであるスナップショットこのボタンをクリックします次に15フレーム目ということであれば15フレーム目に移動してスナップショットボタンをクリックさらにじゃあ25フレーム目でクリックというように出力したいフレームでスナップショット このボタンをクリックするだけとなります。そうすると、アイテムリストを見てみると、このメッシュが出力したフレーム数が末尾についた状態でメッシュとして存在するようになりますので、あとはこれを書き出したり、またはメッシュプリセットとして登録しておくことで、後から再利用することができるようになります。